豊影神社は、福島県郡山市福山町にある神社である。4月と10月の霊体祭で奉納される、大大神楽は、福島県指定の重要無形民族文化財に指定されている。1056年、全9年の役で、道の区国へ向かう源の頼地家、源義家がこの地を通った際、強作で苦しんでいた農民を救うために、 五国宝城の神である豊か神帝命を祭り、御礼偶としたのが始まりと伝わる。その後、五三年の役で再び訪れた玄義家の家臣、鎌倉健五郎影正により、渦の元凶であった魔物が退治されたため、これに感謝して、1144年に影正が合詞される。1588年、郡山合戦の戦火で消失し、その後、 1616 16年欧州街道の整備にあたって現在地へ遷座。1742年神儀関令により小一くらいの信号を授けられて小一くらい五礼ぐるとなる。1868年神仏分離令により豊か神帝命の豊かと鎌倉健五郎影政の計の一文字ずつ取って豊影神社と解消する。出雲流の里神楽に分類される神楽。 一下二十八座の演目のカグラがカグラ殿で演じられる。1616 16年の戦宮の時に奉納されたと伝わっているほか、1840年には田村郡の木村、三丁目、新田、阿久津、貝山、下行郷などの神職により田村流のカグラが奉納されたという記録が残っているなど、古くから行われていたと見られている。 現在は4月第2日曜日と10月第2日曜日の例大祭で見ることができる福原天満宮の絵馬。ありがとうございます。